よーし、バルコンです。今回はホラー漫画オタクがおすすめする最近の新作ホラー漫画4選紹介していきたいと思います。一冊以外はまだ一巻しか出てなくて、サクッと集められると思うんで、ぜひ最後まで見ていってください。ということでやっていきましょう。まず一冊目、隣のじいさん。小池ノクト先生のまた新作ホラーということでね、最近結構ホラー漫画書かれてるんですけど、その中でもこちら一番面白かった。ストーリーとしては、田舎に住んでる主人公の女の子が、お姉ちゃんが留学で旅立つということで、空港までお見送りするって言って、一緒に電車で、その田舎の小さな駅から出発したんですけど、こっからおかしなことが起こっていって、主人公の日常は一気に崩壊していくんですよ。まず、トンネルに入って、ふと気がつくと、さっきまで電車に乗ってたのに、いつの間にか電車に乗ってなくて、トンネルの中の暗がりにポツンと立ってて、どうなってんのみたいな。よく見ると、目の前に、お姉ちゃんの格好をした、この頭がコブみたいなまん丸になってる人が、なんか化け物のようなものに襲われてたんですね。主人公は急いで逃げ出して、そのお母さんに、お姉ちゃんが殺されたって言うんですけど、まあ、言っても信じてもらえるわけもなく、あんた何言ってんのと。まあ、頭がおかしいやつみたいに思われるわけですよ。しかもそれに加えておかしいのが、さっきまで普通の駅だったのに、なんか駅がボロボロになってて、もうずっと使われてない駅みたいな感じになってて、もうさっきまで一緒に電車に乗って出発したはずなのに、いや、これはやばいでしょ。何が起こっと。そしてその日を境に、周りの人には見えてないんですけど、日常的に、ある特定の人物が、そのお姉ちゃんと同じように頭がこうコブみたいになってるように見えるようになったんですよね。このコブ人間になってる人は、ある共通点があったりするんですけど、このコブ人間が、この顔がおらんくなっとると思ったら、よく見たら横にあるんですよね。顔どこ行っとんっていう感じですけど、そのさっきまで見えていたものが変わっていたりして、その幻覚を見せられてるのかわかりませんけど、その自分が今見えてる世界が正しいのかわからない。この主人公がいる町規模で何かがおかしくなってる。ちょっとスケールの大きいホラーになってるのが怖いし、サスペンスみたいになってるのが面白いですよね。小池ノクト先生の過去作で黒町っていう名作があるんですけど、その黒町からギャグを抜いたような感じで、最近の小池ノクト先生の作品の中では、一番面白いと思います。タイトルの隣のじいさんっていうのは、その詳細はわからないんですけど、その小太りじいさんの話で、いい思いをした小太りじいさんを羨ましがって真似したら、なんか不幸な目にあったっていう、なんか隣のじいさんっていう小太りじいさんの派生形みたいなのがいるらしくて、この作品の中では。ただそれが、そのどうこのホラーと関係があるのかっていうのは全然わかんないですね、まだ。何かが襲ってくる怖さじゃなく、何が起こってるかわからない怖さで、町規模の話なのにタイトルは隣のじいさんというよくわかんない人物を指すであろうタイトルになってる謎が多いホラー。いや、続き楽しみですね。隣のじいさん、じいさん。次、二冊目はこちら、ブギーガール。ブギーガールっていう罪を犯した人、悪人の前に女性の幽霊的なものが現れて、まあ、処刑されるっていう都市伝説があって、主人公は学生の時に、そのクラスメートがおそらくいじめで命を落としたことがあって、いじめ自体は一部のいじめっ子がやっていたことなんですけど、それを止めることができなかったから、主人公は自分を含めクラスメート全員に罪があると思ってたんですよ。そしたら大人になった今、クラスメートが一人ずつこのブギーガールによって不審な死を遂げていってて、主人公もこのブギーガールに遭遇したんですけど、なぜか自分だけ生き延びてる。ブギーガールは何をもって悪としているのか。裁かれるにしても、大人になってからってえらいなんかタイムラグがあるし、もしかしたらブギーガールも予約がいっぱいで処刑するのが遅くなってるだけかもしれませんけど、まあ、そこら辺は謎ですよね。で、処刑するときに悪い人はいらないっていう、まあ、この帯にも書いてあるセリフを必ず言うんですけど、これは言葉としてはなんか柔らかいセリフで、ちょっと人間味がありすぎて、あんまりこう怖くはなかったんで、ホラーがそんなにこう得意じゃない方でも比較的読みやすいかなとは思います。まあ、これも結構サスペンス強めなホラーですね。次、3冊目はこちら。週末の箱庭。こちらだけ現在3巻まで出てる作品なんですけど、こちらは1話完結の短編ものの作品なんで、そんなにこうレビューとか紹介とかあまり言えることがないんですけど、狂った世界の慣れの果てみたいな、そんな世界での狂気的な日常を描いたホラーで、
人間のいろんな心理、例えば恋人に対して依存する気持ちとか、人にもっとこうしてほしいとかいう気持ち、大切な人に死んでほしくないっていう気持ち、そういった人の心理を独特な狂気やホラーの話に持っていくのが素晴らしくうまい作品で、絵自体は、まあ、表現のエグさはあるけど、そんなにこう怖い絵してるわけじゃないんですよ。でも1話1話の話のオリジナリティがすごくて、一応ちょろっとだけ無料公開されてる第1話を紹介すると、この話では最近死んだ人が生前使ってたものに話しかけたり思いを込めることで死者の魂が蘇るっていうなんか儀礼が流行っていて、そんなんやってる人たちはやばいでしょみたいな、一体この人たちには何が見えてるのっていう感じだったんですけど、主人公は一瞬この儀礼でなんか蘇りかけてるみたいな光景が見えた気がしたんですよね。続きはぜひ読んでいただきたいんですけど、この単純に普通に生き返ったとかじゃなくて、ギターと融合してちょっとずつ蘇ってるみたいな表現、これはエグすぎる。世にも奇妙な物語とか、後味が悪いホラー漫画とか、好きな方はぜひおすすめです。じゃあ今回ラスト、ラストはこちら、屍介護、ついに出ました、介護ホラー漫画。主人公は女性で住み込みで働くことになってて、ある大きな屋敷でその介護の仕事をすることになったわけですよ。そこには二人先輩社員もいるんですけど、そこの家主の方は病気で日の光が一切入らない暗い部屋に閉じこもってるんですけど、いざ主人公が部屋に入ってみると、なんか虫はわんさかいるし、家主の顔は隠れてるけど、どう見ても家主はもう死んでるのではって思うんですよ、主人公は。でもそういう明らかにおかしい部分を言ってはいけないみたいな、そういう雰囲気があって、先輩もさっきのは聞かなかったことにするけど、そういうこと言っちゃダメよニコみたいな、先輩からの圧があって、先輩も主人公にルールを守ってちゃんとしてって言う割には、介護してる時は家主に対してもう殺そうとするかのような形相でやってるし、先輩たちも明らかにおかしいこの状況を認識した上でやってる感じなんですけど、ルールというか決まり事がいろいろあるんですよ。家主の顔を絶対に見てはいけないとか、この決まりを破ったら一体どうなるのか、館っていうその閉鎖された空間の中で虫の表現とか家主の見た目とか、なかなかのエグさと気味悪さがあって、それに加えてその先輩たちとの人間関係のギスギスした辛さもあるし、ダブルで精神的にちょっと来るものがありましたね。先輩が言うには、家主は普段は全然動かないんですけど、夜になると動くらしくて、なんか徘徊してんのかな。で、作画はすごく上手くて、このアングルとか怖いもの何も映ってないのに、すごいこう不穏さを表してますよね。まあ、タイトルが屍介護なんですけど、まあ、このタイトル通りに撮ったらやっぱり家主はもう亡くなってるっていうことなのか、こちらもね謎が多い作品ですね。はい、ということで今回はホラー漫画オタクが選んだ最近のおすすめホラー漫画4選紹介しました。どの作品もねまだ関数はそんなに出てないし、サクッと買えると思うんで、ぜひね打ち切りになる前に気になる作品あったらご購入の方よろしくお願いします。次回は買ってきた漫画紹介をやっていくつもりなんで、よかったら見てみてください。次回はなるべく早くアップします。ということで、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、さよなら。